ロサンゼルス、米カリフォルニア州、25日、日本時間26日、イコールしかまえ元通訳の水原一平氏、39、による違法賭博問題に関して、ドジャース大谷翔平投手、29、が、ドジャースタジアムで事件発覚後初めて記者会見を行い、賭博や不採送金などへの関与を全面的に否定した。今回の事件を、悲しいというか、 ショック、と受け止めつつ、11分にわたって自らの意思で胸中を明かし、28日、同29日、の米国一斉開幕へ向け、リセット、した。はためにはいつもと変わらず、落ち着いた表情で、大谷はここ数日間の複雑な胸の内を実直な言葉で紡いだ。米国時間の20日、日本時間21日、 2遠征中の韓国で事件が明るみに出て以来、球団広報らに徹底ガードされたこともあり、沈黙を保ってきた。グラウンド上で屈託のない笑顔を振りまく一方で、メジャー挑戦以来、公私にわたって最も信頼してきた相棒の裏切りに、悲しいというか、ショック、という思いをぐっと胸にしまい込み、日々を過ごしてきた。ただ、このまま、黙っておくわけにもいかない。 28日に米国開幕を控え、ファンに対してだけでなく、大谷自身にとっても、明確に、リセット、する機会が必要だった。会見の冒頭で、僕も話したかった、と切り出したのは、紛れもない本音だ。球団側からは、事前に、会見は質疑応答なし。写真、動画撮影は禁止で、大谷からのステートメント、声明、のみ、 と告知されていた。それでも、大谷はあらかじめ用意された文言を棒読みするのではなく、メモ書きされた項目を確認しながら、事件のいきさつと事実関係を丁寧に明かした。韓国での開幕戦後のチームミーティング、ホテルへ帰った後の水原氏との一対一の話し合い、代理人との事実確認など、これまでメディア先行だった断片的な情報を、通訳を挟みながら、 ほぼ時系列でたどった。一方で、微妙な感情の揺れも覗かせた。当初、信頼していた方、との故障は、途中で、彼、隣、後半は日頃と同じ、一平さん、に変わった。いつになく、少しずつ早口になり、正直、ショックという言葉が正しいとは思わないですし、と口にすると、一瞬、声が詰まりそうになる光景も、 言葉にするのが難しいなと思っています。的確な表現が思いつかないほど複雑な思いが交錯していた。今後、MLB などの調査が進められるため、現時点で処遇は明確になっていない。送金に使われた口座や水原氏の手口など詳細については、当局の捜査を待って、今後、明らかになっていくものとみられる。だが、大谷が全てのスポーツ賭博への関与、 ブックメーカーへの送金許可などを全面的に否定したことで、大谷自身が厳しい一週間と表現した騒動はひとまず収束に向かう見込みだ。今日はまずお話できてよかったと思っています。会見を締めくくった誠実な言葉に苦悩の日々と人間性が滲み出ていた。